ランブータンは、東南アジア原産のムクロジカの中型から大型の熱帯の果樹である。マレー語でラムバットは、毛、紙を意味し、それに設備事案がついて、毛のものという語義を持つ。収穫された果実マレー諸島原産と思われているが、正確な中心的起源地は不明である。熱帯果実の霊子やリュウガ眼と同じムクロジカに属し、よく似た果実の構造である。 東南アジア特有のホームガーデンと呼ばれる民家に付属した自給用の果樹や素材を栽培する庭園で果樹として広く植えられ小規模な果樹園でも栽培される東南アジアで最も一般的な果物であるがそれ以外の熱帯地域でも栽培されている栽培が多いのはアフリカ、インド、インドネシア、カリブ海諸島、カンボジア、スリランカ、中米、フィリピン マレーシア、ベトナムなどの各国。商業的にはタイが最大の生産国である。東南アジア外でのランブータンの生産についても、オーストラリアでは増加しており、ハワイでは1997年には3、大熱帯果実の中に入っている。果実は赤、ピンク、または黄色、長さ3から5センチメートルで、1個の種子は、廃種の廃兵から、肥大成長した。 半透明の汁気の多い甘いしっかりした肉質の部分、つまりカリシュ皮に包まれている。果実は生の状態で売られることが多いが、ジャム、ゼリー、缶詰での利用もある。ランブータンの木は常緑樹なので、果実が多数色づいてこなすと、葉の緑と果実が相まって美しい景観を作り出す。枝に実った状態の果実ランブータンは、暖かい熱帯の気候に適応している一方、 低温への耐性がないので、摂氏10度以下の気温には極端に弱く、そのような地域では固死する。このため商業的には、赤道の南北15度以内の井戸の地域で栽培される。中型の樹木は直立した幹を持ち、直立で密集した樹形をなし、8から10メートルの高さに成長する。次期された栽培品種は普通はそれよりもコンパクトな形に育ち、 高さ3から5メートルになる。有機物を多く含んだ深い土壌で最もよく育ち、良好な排水を要求するので傾斜した土地でよく育つ。未生由来の個体は酸味の強い果実をつけることが多いので、良質の果実をつける品種から、継ぎ木、高取法の取り木、目継ぎでクローン個体を増やすのが一般的である。種子から育った株は5から6年で果実をつける。 熱帯アジアで選抜されてきた200以上の栽培品種が現存する。ランブータンの花々は小型で2.5から5ミリメートル、無花弁で円盤状、枝の末端に30センチメートルほどの長さの円錐花状なす。性表現は複雑で、ランブータンの株はオカブ、メカブ、死ゆ同種のいずれかである。ランブータンの果実果実は円形から超円形で、 長さ3から8センチメートル、幅2から4センチメートル、10から20個のまばらな集まりをなす。角質の下皮には、柔らかい肉質の刺しが密生し、そのために、マレー語の、毛を意味する、ラムバットから、ランブータンの名がついた。仮種皮はいくつかの品種では種子に密着しているが、種子から剥がれている品種もあり、食べやすいので需要が高い。明褐色の種皮を持ち、 一個ある種子は油脂に富み、工業的に重要で、食用油や石鹸製造に使われる。ランブータンの根、樹皮、葉は、医薬品や染料として使われる。ランブータンは年に2回結実する。長い結実期は、晩秋から初冬にかけて、短い結実期が晩春から初夏にかけてである。果実は、追熟が効かないので木の枝で熟させなければならず。 10分後4から7週間の期間中に収穫される。果実は柔らかく傷みやすく、収穫の後で長期間の保存はできない。平均的な大きさの木は5000から6000個、あるいはそれ以上の果実をつける。重量にすると60から 70kg である。単位面積あたり収量は、若い果樹園では1ヘクタールあたり1.2トン。成熟した木ばかりの補助では20トンに達する。 受粉を含めた果樹の管理と収量の多い品種の導入で収穫が増えることが示唆されている。ランブータンの観察図多くの商業的栽培品種は私有同種である。オカブがほとんど見られないのは私有同種のクローンを選抜したからで、その方が結果につながる多くの芽花が得られ、花粉を産生するオバナははるかに少数で済むからである。 オスの塩水果樹には3000を超える緑がかった白色の花をつけ、それぞれの花には黄色の蜜線と5から7本のおしべと機能しない1本のめしべがある。私有同種の果樹には500程度の緑がかった黄色の花をつけ、普通に列した6本のおしべがあり、1本のめしべにはおの一の1つずつの胚種を収めた2室の脂肪がある。受粉能力があるのは1日だが、 倉庫なしゃが花粉を運んでこなければもう少し持続する。マレーシアでのランブータンの開花は4月から7月と7月から11月にかけてで通常は寒気の後の雨に反応して起こる。開花の季節は地域によって異なる。すべてではないが多くの場合には1日のうちの早い時間帯に開花する。森の時には1つの芽花樹で100の花が毎日開花する。 血実率は初期には25%になるが、落下が多いために収穫時には1から3%に低下する。開花の後15から18週で熟す。バ花もバ花もかすかに甘い匂いをさせ、脂肪の基部に機能的な蜜線を持つ。バ花はバ花の2から3倍の蜜を生産する。糖度は18から47%で花の型によって一定している。 ランブータンはマレーシアでは、蜂の蜜源として重要である。大半の機能上の芽花では、花粉が生産されないため、竹受粉が必須である。いくつかの栽培品種では無配偶生殖が起こるが、研究によればランブータンは、大地と同様に受粉のために昆虫を必要とする。マレーシアではわずか1%の芽花が結実するが、袋をかけた花では結実せず。 人為的に受粉したものでは13%の結実率に達した。このことから、さらに、花粉媒介者はオカブ、または死有同種のいずれか一方に偏って誘引されることが示唆される。自然条件下ではそのため、オスとメスの花の外交配が必要にもかかわらず、ポリネーターが花粉を運んでくる率が低くなり、受粉と結実が制限されていると考えられる。 匂いを持つランブータンの花は多くの昆虫、特に蜂にとって魅力的である。ランブータンの放火昆虫は蜜蜂族とハリナシバチ族の花鉢蝶、花虫花ブ族の一種と黒バイカキンバイ族の一種のハエである。東洋蜜蜂のコロニーから飛来する働き蜂はランブータンの花に集まって大量の蜂蜜を作る。 蜜を集めている蜂は雌花のおしべにも型にはまったように触れ、雄花からは大量の粘着性の花粉を集める。雌花に集まる鉢にはほとんど花粉は見られない。雄花は早朝6時に開くが、東洋蜜鉢の活動は8時から11時の間が最も活発で、その後は急激に鈍くなる。タイではランブータンの小規模な受粉に東洋蜜鉢が好んで使われる。 ありがとうございます。